おはよう、ディアちゃん。ふん。あれ、どうしたの？何か、怒ってるの？け。レコちゃん、おはよう。今日もかわいいね。ヘル。レコちゃん、何かあったの？ねえ、レコちゃん。触んないでよ。バイキン。バイキンって。それは突然始まった。ある日を境に、今までつるんでいたクラスの女の子たちが、私と口を聞いてくれなくなった。あんなに仲が良かったのに、女の子の友情なんて、こんなものなのかな。寂しいな。やっほー、アルマちゃん。今日もお昼一緒に食べようね。うん、ナコちゃん。ディアちゃんたちのグループを抜けて、一人きりで過ごすことが多くなった私に、ナコちゃんは声をかけてくれた。友達を亡くした私に、新しい友達ができたのだった。大丈夫、なんとかなる。植物の葉っぱや花が生え変わるようなものだ。暗くならないように。意地悪にならないように、にっこり笑って、さっぱりとした愛想を振りまいていれば、きっと、大丈夫。